どうもじゃ神様です。今日はですね、テトリスエフェクトの浄化モードの世界記録を更新しましたので、こちらの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ見ていきましょう。さあ、このルールは、3分間の間にこの紫のブロックをいかに消せるかというゲームなんですけども、しっかり下穴を確認しながら、いい掘り方をしていくというのがコツですね。さあ、こんな感じにどんどん掘っていきながら L で掘っていき、そしてこの NEXT INFINITION って書いてあると思うんだけど、これがまあゼロになる前にそのクリアして時間を増やしていくっていうのがコツですね。さあ、どんどん掘っていって、歩みの Z ミノと掘ってて、で、このクリアしていくとどんどんまたね、紫ブロックが出ていくっていう、まあ、ルールなんですけども、これをいかに早くね、効率よく消していくかっていうのが、ミソです。さあ、どんどん消して、J ミノ、S ミノ、Z、I と、どんどん速度出しながら、うまい感じに、まあ、掘り連をね、いかに繋げるかっていうのが、かなりコツではある。もう一回一回消してても、やっぱりそんなに、ね、早くなんないんで、どんどん掘り連が繋がるような形を意識しながら、消していくっていうのが一番かな。さあ、歩みの、ちょっとね、まあね、見づらいっていうのがね、難点ではあるんですけどね、この光るね、この演出はめちゃくちゃ美しいんだけど、まあ、どうしてもちょっと見づらくなってしまうっていうのが、悲しいところではある。まあでもね、もう慣れたんで、自分は大丈夫ですね。多分見てるみんなとしては、だいぶ見にくいとは思う。さあ、削ってって、しっかり下穴確認して、大身を突っ込んで、歩みの、L身の、Z 身のと、どんどんクリアしていき、さあ、ちょっと掘りにくい形だが、JS と掘ってって、ちょっと迷ってる。この時間もったいなかったですね。さあ、T スピンダブルから、大身の掘っていく、T 身の、S 身のと。で、ここでクリア。で、ちなみにこのクリアした時のね、この競り上がりの時って、硬直時間が発生して、一時的に入力受け付けないんでね、そこだけ気をつけて、実はプレイしてますね。本当にね、処理落ちが発生してるのか、全然反応しなくなるんですよ。なんで、そこも絶対に気をつけた方がいい。今のタイミングですね。あの瞬間に置こうとすると置けてなかったり、一個ずれたりめちゃくちゃするんで。さあ、1分切っていく。この時点で1200ですね。さあ、どんどん急いで掘っていく。さて、ちょっと掘りづらそうな形になってしまったが、なんとか、S ミノの置き水も辛かったですね。しかし、なんとかリカバリしていき、S ミノの回転入れから、L ミノ、Z ミノ、T ミノこれ消えると思ってましたね。消えると思っていたが、消えず。まあ、しかしながら、リカバリで S、I と、L まで掘っていき、しっかりクリア、1400。さあ、残り30秒切った。まあ、しっかり、こっから高速で掘っていき、掘り連が噛み合う、強いが、これですね。今の、さっき言ったのはこれです。Z を置こうとしたら、競り上がりのタイミングのため、ちょっと、一個ずれてしまって、置きミス。しかし、なんとかリカバリして、クリア、残り10秒切った。さあ、ベストスコアは1755。テトリスから削ってクリアで1800とね、この超ギリギリのタイミングでね、なんと1800台を出していく。まあ今までね、自分の最高記録がもちろん世界記録だったんだけど、さらに大幅更新して、1800台を繰り広げていくというね、まあこういう結構初めて見る方も多かったと思うけど、こういうルールでした。はい。はい、では皆さん今日もご視聴ありがとうございました。なんかね、ちょっと解説しにくいな、このルールは。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。